蘭育次郎新兵器出現1月沢俊平は車に揺られながら珍しく強愁めいたものを感じていた子どもの時のあの縁日の気分なのである日が暮れると 細い道の両側に陣取った山吹鉄砲だとか当て物屋だとかお好み焼きだとか古本屋だとかおもちゃ雑貨のよろず屋だとかそういったような雑多な露店とその向こうから流れてくる局場団や店物小屋の懸命に吹き鳴らすんたの音がこりっぽい空気と一緒になってワーンとした一種特別な雰囲気を醸し出す懐かしい思い出である この懐かしい思い出の中でも特に嗅覚に残っているものは甘栗屋の匂いでもなければおでん屋の匂いでもないあのそれぞれの露店につけられたアセチレントからにおってくるアセチレンガスの一種独特な回収ではなかろうか月沢俊平が車に揺られながら今急に懐かしい少年時代の縁日を思い出したのは ふと久しぶりでそのアセチレンガスの匂いを嗅いだからだった君だいぶアセチレン臭いね俊平は少し乗り出すようにして運転手に話しかけたそんなに匂いますか何しろアセチレンガスを使ってますんでねああそうかアセチレンガス自動車かええなかなか調子がいいようですよ ほーん。そりゃそうだろう。薪自動車や木炭自動車に比べたら馬力も出るだろうしね。少々の差がなんかトップで平気でさ。そうだろう。アセチレンガスというやつは爆発力が強いからね。けどまだあんまり使われていないようだね。さようで、ね。というのはつまりガス発生量が 下手なもんじゃ爆発してしまうという危険がありましたんでね今までのものではなるほど大丈夫だろうねこの車はそんな話をされると尻のあたりがむずむずするぜへっへっへご冗談を何しろこいつは足が長いことかかってやっと成功したという特許発生路がついていますからねほう君がかい 大したもんだ、ね、いやどうもなにちょいとした圧力弁だけの思いつきでさでもまあ便利ですぜ炭屋の小僧みたいに鼻の穴を真っ黒にしてバタ,バタ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 自動車のお尻をあがなくったってカーバイトと水さえありゃ途端にガスを発生するんですからねことにこのカーバイトなんてものは 石炭と水力電気さえありゃなるほど大したもんだそら君向こうからトラックが来るぜ発明運転手はアセチレン機関のこととなると前方に対する注意力が急に緩んでしまうらしい俊平は縁日への回想も忘れてもっぱら運転手の注意力の喚起に努めたどうですこんな坂だってトップですぜ ならまずとっくにノックしちまってせいぜいセカンドでしょうな分かった先の荷車に突っかけないようにしてくれよ大丈夫ですよ馬力さえありゃひらりとタイがかわせますわざわざひらりとやるには及ばんよ君月沢俊平もこの車に乗っている以上アセチレン運転手に生命線を握られたようなものである やがて道は淡々たる青梅街道をいい加減走って左に折れたわずかに武蔵野の面影の残る雑木林を切り開いた一本道になったはるかに秩父の山のけぶるのが見えるどの辺です？もうちょっと先らしい俊平はポケットから北側の書いてくれた薬壺の紙を出してみた。 しばらく会わない北側から「ぜひ見せたいものがあるから」という手紙に同封されていた略図なのである気が付いてみると車は道の真ん中におとなしく止まっているおや、どううししたいもう少しやってくれよ。え。アセチレン運転手はピタンと止まっている車の中で 一生懸命に足の先をカチャカチャ鳴らしたりうんとふんばってみたりしていたがやがてちょっと舌打ちをしたどうしたいご紹介らしいですね点でエンジンがかからねんでガスがなくなったんじゃないのかいそんなことはありませんよ蹴飛ばすようにドアを開けて降りると エンジンジカバーを分けてのぞき込んでみたり後ろに回ってご自慢の発生路の弁をひねるとシュッとガスを漏らしてみたりスターターを力いっぱいふんばってみたり百歩を手を尽くしてみたにもかかわらず今の今まで好調だったアセチレンガス自動車はがんとして微動もしないのであった2 がこれはこの発明運転手君の汗チレン機関がずさんなものであったというわけでは決してなかったというのは間もなく続いて起こった次の事件がそれをはっきり証明してくれたからであるつまりそうやって道の真っただ中に厳然と座り込んでしまった車を助手と運転手の2人が少々持て余し気味になったところへ後ろから た,たましい警笛の音を浴びせかけられた何をしてやがんで。邪魔だ邪魔魔だだ。振り返るとトラックの助手が半身を乗り出すようにして怒鳴っているしかしいくら怒鳴ったって動かないものはしようがないしようがねえなパラパラッと降りてきたトラックの助手と運転手が エンコしてしまっているアセチレン自動車を手伝ってとにかく道の脇まで押していったそして「さて」というのでトラックが出発しようとするとこれはまたどうしたことかえらい剣幕だったトラック自身がこれまたうんともすんとも言わないのであるエンジンがピタリと止まってしまってどうしてもかからないこのトラックは 薪の代車だった。運転台の後ろのお釜からはポッポと影楼が立ってガスを発生しているにもかかわらず肝心のエンジンがびくともしないのだアセチレン自動車と全く同じ症状に陥ってしまったのである実に機械至極な出来事である今まで絶対に好調を続けていた車がここへ来て 急にピタリと円固してしまったここは坂道でもなければ悪路でもない燃料の不足でもなければエンジンの故障でもなさそうだ2台の自動車がちょうど同じ場所で揃いも揃って故障を起こすなんていうのは偶然にしてもあまりに偶然すぎる2台の運転手は腐りきっていたじゃあ君 僕は急ぐから歩いていくぜ。俊平はいつまでも止まってしまった車に付き合っているわけにもいかなかったしもう目的地は大して遠くもなさそうなのでぶらぶらと歩き出した間もなく向こうから自転車に乗った少年がやってきたこれを呼び止めて北側の家を聞いてみると何のことはないさっき自動車の止まってしまったすぐそばの 雑木林のの中がそれなのだ。略図の書き方が下手だったのだ引き返して雑木林の方に折れながら道の向こうを見ると2台の自動車はまだそこに仲良く止まっていた運転手たちはステップに腰を下ろしてのどかそうに煙草をふかしている北側の家はすぐ分かった彼は 月沢俊平の来訪を知って大喜びで出迎えた休暇の挨拶の間にも俊平は素早く部屋の中を見回したというのは俊平がそういうふうな人間であったというばかりでなく北側の家そのものがだいぶ風変わりなものだったからである一言で言えばここは何か実験室とか研究室とかいったふうなもので その付けたりとして北側の住居が付属しているような格好なのであるそういえばこの北側という男は昔から機械いじりの好きな人間だったそれが長ズルに及んでいよいよ病孝毛に入ったものと思われるとにかくちょいとした研究所顔負けの設備が整えられていたのであるいやこれは君 何とかいう絵描きの立てたアトリエなんだがねちょうどいいから安く買ったんだよ北川はつい思わずしげしげと部屋の中を見回している月沢俊平に弁解らしくつぶやいた近頃君が。 科学探偵という看板を挙げたということを風の頼りに聞いたんだねちょいとま見てもらいたいと思ったんだよ北川は水道の水をジャーっとフラスコに入れてそれをアルコール等で沸かした紅茶を入れてくれたおお、何か事件があったのかいえまだこれからだよこれからいずれ 世界を震撼させるような事件が起こると思うんだほうだいぶ規模が大きいね大きいでも電磁気関係は大変化をきたすことになったつまり僕の発明でねほう<ー>これをだねかりそめにも科学探偵という君が知らんでいるという手はなかろうから。 特に真っ先に君に見せてまた君の感想を聞かせてもらおうというつもりなんだそれはありがたいね僕はとにかく新しいもの好きだからね新知識は大いに吸収したいよでそれはどんなもんだねそれだよ北川は紅茶茶碗を持ったまま顎で目の前をさした さまざまな実験機械の載っている実験台の上をわずかに片付けて向き合っているこの2人の茶碗がやっと載っているのであるあまりいろいろなものがあってどれだか見当がつかなかったこれだよ北川はもう一度言うとやっと手を伸ばしてさっきから俊平が紅茶茶碗を置くのに邪魔にしていたマッチ箱2つついたくらいのてっぺんをつまみ上げた。 なんだ鉄じゃないかそうだよしかし普通の鉄だと思ったら大違いこれこそ世界を震撼させる北側鉄の紙幣だよほうなんだい北側鉄っていうのはそうだね一口で言えば電磁石の材料として無類のものなんだ君は 磁石鋼というやつを知ってるだろうそれ本田博士の KS 磁石鋼だとか三島博士の MK 磁石鋼とかいう有名なものだあれは形が小さくてものすごく磁力が強くしかも非常に耐久力があるという永久磁石の材料としては断然他を圧倒するものだいかに素晴らしいものかというと例えば ガソリン機関の発火装置ってやつは磁石発電機を使ってこれの火花放電でやっているんだがこれの磁石が事に軽いことを必要とする航空機のエンジンでこういった進歩した磁石工を使うために昔の15分の1の大きさ従って15分の1の重さで済むようになってエンジンがだいぶ軽くなった結果航空機そのものが著しく進歩したというくらいのもんだ。 ともかく磁石鉱の発明にかけては日本が断然世界第一だがそれは永久磁石のことしかし僕のこの北側鉱はそれと違って電磁石の材料としてこれまた断然世界第一のものなんだ永久磁石と電磁石の区別ぐらい知ってるだろう永久磁石は その名の名通り一度磁石にしたらいつまでも磁石のものだし電磁石は電線を通じた時だけ磁力を発揮するやつだだからこの北側鉄にコイルを巻いて一旦電流を通じたとなると途端に猛烈な磁力を放射するいかに猛烈なものかって言うとだねこの間これの少し大型のものを実験したために 敵の潜水艦が引きつけられてうっかり墓地の沖あたりにまで現れたというくらいのもんだこいつは冗談だがハハハ鉄製品回収の時にはその大型を作ってちょいとスイッチを入れれば日本中の鉄がいっぺんに飛んでくる <laughs> まあそういった素晴らしさだ冗談はさておき これでモーターを作ったとなると驚異的性能を出すと思うぜちょっとまあ実験してみせようかいかに素晴らしい磁石ぶりかっていうところをね北川はそのてっぺんをつかんで実験室の片隅まで行ったがそこでちょっと立ち止まって舌打ちをしたちっいけねえいけねえこいつにさっきから電気を通したままだった。 そこのコンクリートの床には頑丈な木組みの上に長さ1メートルもある北側鉄が載せられてその上に綿密にコイルが巻かれステップアップトランスのコードがつながれてあってしかも赤いパイロットがきょとんとついているのであるだいぶ前から電流が流しっぱなしだったことを物語っているしかし幸いなことにはその辺の実験機械が 全部こういう実験に向くために鉄製品を避けてあったので格別な被害は起こしていなかったが北側が慌ててスイッチをパチンと切ってコイルの温まり具合などを調べている後ろ姿に俊平が珍しく慌ただしい声をかけた「おい北側君君はさっきいずれ世界を驚かすような事件が起こるだろう」と言ったね。 まさにその通り。その大事件がもう起こっているぞ。なんだって北側はいぶかしそうに振り向いた。まさに起こっているんだ。君は怪我の巧妙で、驚くべき新兵器を発明してしまったんだ。実に驚くべき。つまり、いながらにして飛行機を撃ち落とし、戦車を全身不随にし、 走行車を援護させるという。本当だ。嘘や冗談じゃない。実はね、さっき僕が乗ってきた自動車が突然この向こうで止まってしまったんだ。その後から来たトラックもそうだった。原因不明でエンジンが動かなくなってしまったんだ。その原因が今わかった。たった今分かった。つまり、 その北川鉄の放射する強烈な電磁線のせいだったんだ君は今エンジンの発火装置は磁石発電機の花火放電だと言ったろそれだよその磁石の発電機に外部から強力な磁力線が放射されたら一体どうなるか言わずと知れた磁気かく乱を起こしてしまう 磁気かく乱を起こした発電機なんてものはもう意味がない発電機がダメになったら火花放電もせんししたがってエンジンとしてもうまるで役に立たんのだ飛んでくる鉄器のエンジンにこの強力磁力線を浴びせかけてやれば墜落あるのみだ戦車だって装甲車だって僕の乗ってきた自動車と同じに立ち往生だどうだ 素晴らしいじゃないか素晴らしい新兵器の出現だおまけに磁力線は目には見えんのだからねもう一息だ。もう一息の研究で、この磁力線の有効距離を空飛ぶ飛行機にまで届くようにするだけだ君、しっかりやってくれよ北側は、まるで潤んだような目を開けた。 ありがとう。すばらしいヒントだ。やっぱり、君に来てもらって、よかったよ。